赤いジャンパーとそしてガウン姿が鮮やかであります。ケリーとそしてドリーのコンビであります。金髪をなびかしておりますケリー・フォン・エリック、フリッツ・フォン・エリックのいわゆる息子さんであります。24歳の若武者らしいスピーディーなファイトが今日も展開されるかと思います。ケリー・フォン・エリック、そして片や空中飛行隊ハイフライヤーズ、 AWA の最強タッグチーム。さあ先陣を切りますのはケリー・フォン・エリックとジム・ブランゼルであります。山田さん、これは特別試合に組まれましたけれども、本当にその見て、いわゆるタッグの醍醐味というのが味わえる試合じゃないでしょうか。そうですね、はい、AWA のハイフライヤーズ、はい、ジム・ブランゼルとグレッグ・ガニア、このチームはですね、まあ、ちょうど中堅どころで2人とも油の乗り切ったところですね、まあ早くも飛び道具が出ましたケリー・フォン・エリック。一方のね、はい、ドリー・ファンク・ジュニアとケリー・フォン・エリックですか、このチームはね、ケリーがね今 NWA 圏内ではヤングパワーの最有力ですね、はい、一方のドリーはもう超ベテランと、ベテランとヤングコンビ、はい、これはなかなかね面白い試合になりそうですね、さあ今度はドリーにタッチが行われました。ドリー対ジム・ブランゼルの一戦であります。ババとのコンビで PWF のタッグ王座決定リング戦に参加しまして、現在まで5戦して2勝1敗1引き分け1リングアウト、5得点を挙げて単独トップに立っております。そういった意味でも絶好調を回しますドリー・ファンク・ジュニア。まあこの年齢からいきますとグレッグ・ガニア30歳、ジン・ブランゼル29歳、そしてケリー・フォン・エリックが、まあ、24歳ということで、ドリー・ファンク・ジュニアが、まあ年からいきますと10歳以上上なんですけれども、しかしこのドリーに見習う点というのも、かなりあるんでしょうね。もうこの若い3人はですね、はい、もうドリーの一挙手一投足をじーっと見守っていくでしょうね、うん、もちろん今夜のリングの上では、はい、ライバル敵として戦うわけですから、まあそういった感情的な揺るぎは見られないでしょうけれども、逆に、ドリーのファイトのもう何かを盗んでやろうと、はい、特に今晩のドリーはですね、若いケリー・フォン・エリックにお手本となるような試合をやると思いますよ。そうですね。さあフライングヘッドシダースで今度はジン・ブランゼルが、攻勢に出ています。ドリーを捉えています。まあね、ケリー・フォン・エリックというのは鉄の爪エリックの三男坊ですけれども、はい、なかなかね才能がありますね、うん、でまあ今いわゆるテキサス州のダラスを中心とした NWA テリトリーではもうヤングパワーの最有力としてめきめき売り出してる、はい、このケリーにですね、このドリーの持つしぶとさ、それから細かいテクニック、そういったものが将来加わっていけば大変な大物になると思うんですね。そうですね、そういった意味でね、ケリーは今日のドリーからいろいろと見習ってほしいですね、はい、円熟のレスリングを見せますドリー・ファンク・ジュニア。レスラーの至宝であります。そのドリーとケリー・フォン・エリックがタッグを組んでおります。一方はハイフライヤーズ、グレッグ・ガニア、ジン・ブランゼル、今バン・ガニア・ジュニアが出ました。グレッグ・ガニアがケリーをヘッドシダースで攻めつけています。たくましさを身につけましたグレッグ・ガニア。まあこの人は父親譲りのスリーパーホールド、あるいはドロップキック、こういったその大技を持ってるんですよね。そうですね、はい、なかなかね、グレッグ・ガニアもそうだし、それからジン・ブランゼルの方もいわゆるハイフライヤーズということで大変に派手な飛び技をね、まあ、今まで、大きくパブリシティされているわけですけれども、どうしてレスリングの内容というのはね、はい、大変に粘っこいですね、はい、非常にいかにもアメリカの北部プロレスリングのふるさとであると言われている AWAテリトリーを代表するチームらしい、はい、非常に好感の持てるファイトですね、
まあ、PWF の世界タッグ王座決定リーグ戦でも現在までブランゼル・ガニア組は5戦して1勝2敗1引き分け1リングアウトということで3点を挙げておりまして、現時点ではドリー・ババ組に次ぎまして第2位につけている。そういったまあなかなか前線健闘しております。さすが AWA 最強タッグチームといった感じであります。さあ今度はブリッジで返します。黄色いパンツですがジム・ブランゼルです。黄色いトランクスをつけています。この前飛ばしました。このシリーズなかなか好調同士の対決であります。さあまたフライングヘッドシダースに行きました。なかなかこの飛び道具鮮やかに決まってますね。先ほどから、はい、あのタイミングがね非常にいいですね、はい、それとあのやはり思い切りの良さでしょうかね、はい、とにかく虎の本能と目の輝きを持った男としてまして、次期 NWA の世界チャンピオンの最有力候補に挙げられておりますケリー・フォン・エリックです。まあね、概してあの AWA 系のね、はい、選手というのはあのいわゆる帝王と言われたファン・ガニア自身がアマチュアレスリングの出身であるというところから、はい、スカウトする対象がアマチュアスポーツからというのは多いんですね、はい、そういったところを、まあ、AWA の特色というのはあるわけですけれども、うんうん、まあ、概して非常に基本に忠実なレスリングをするというような気がしますね、はい、まあ、こうやって見渡しますとこのブランゼルを除きまして、3選手がいずれもジュニアですね。そうですね、そしてこのシリーズデビッド・サンマルチのを入れますと4選手が、2世、はい、2世選手ということになりまして、はい、本当にもうジュニアにこのレスラーが突入したという感じがしますね。はい、アメリカのプロレスリングでですね、はい、戦後 の、 あのテレビブームに乗って出てきたビッグスターというのが、はい、まあ、ジン・キニスキーであり鉄の爪エリックでありあるいはブルーノ・サンモルチノでありといったところなんですが、そういった人たちの息子さんがいよいよスターへの街道を歩み始めたというのはちょうど現在ですね。そういうことですね、はい、まあ、そのスターの街道を歩んだその頂点に参りましたのが、このドリー・ファンク、そしておなじみのテリーであります。そうですね、はい、まあ、あの長い長い NWA の歴史を見ても本当の兄弟が同じ世界最高峰のヘビー級の王座を極めたというのは初めてだそうですね、はい、さあドロップキックいきました。今のね、はい、ドロップキックはあのバンガニアの若い頃そっくりですね、うん、非常にあのねちょっと半分回転仕掛けながらのちょうど上体をですね、飛びながらひねりを入れるわけですね。そうですそうです、はい、非常にあのよく似てますね、はい、バンガニアはなかなかあの若い頃はねフライングドロップキックは得意でしたよ、はい、帝王バンガニアの息子今年30歳、ミネソタ大学時代はフットボールに熱中しまして73年にプロレスしておりまして今回が3度目の来日になります。なかなかたくましさを身につけてまいりました。さあどういう展開になりますか。おっとケリー・フォン・エリックも出ました。3人が入りまして今度ケリーにタッチしてます、ね、あ今度はケリーが飛び道具ドロップキック、なかなか伸びのあるドロップキックを見せました。ご覧いただいているように、ケリーはリングシューズが破れまして福島大会でこれ破れたんですが、長男のケビンと同様に裸足でリングに登場して、ドロップキックをお見舞いしております。まあ、この方がケリーに来ますと感触はいいそうですね、あの踏み切りやなんかの具合はね、はい、大きな靴を履いているよりはいいみたいですね。ただやっぱりあのディフェンス面で多少不安はあるでしょうね、はい、それから破壊力といった点ではどうでしょうか。やはりあの靴の底があった方が相手に与える衝撃はやや強いかもしれませんね、はい、まあ、しかしなかなか運動神経の塊ともいえるそのケリー・フォン・エリック動きをご覧ください。ジュニア同士の対戦です。バンガニア2世のグレッグ・ガニア、そしてフリッツ・フォン・エリックの息子ケリー・フォン・エリックであります。まあ、考えてみればね、はい、AWA の世界ヘビー級の歴史を見ますとね、このフリッツ・フォン・エリックとバンガニアが王座をしのぎを削って争ったという、時期もあったわけですね、はい、その息子同士がこうやって日本のリングで戦うと、うん、これもまた奇跡因縁ですね。そうですね、さあちょっと力に勝っておりますケリー・フォン・エリック、左腕をグイッと攻めつきます。さあ両選手譲らぬ攻防を見せます。さあ股先に行きます。
グレッグ・ガニア、そしてジム・ブランゼルにタッチが行われた。ジム・ブランゼルがフィリポン・エリックの足を捉えています。前として左足をガッチリと出して、おーっとスピニングのトーホールド、スピニングトーホールドの形になりました。今度は左足をまた締める、徹底的に締めつけております。このケリー・フォン・エリックという人は兄のデビッドが、不慮の死を今年の2月遂げたわけなんですが、ハイスクール時代はデビッドはバスケットボール、そしてこのケリーは、円満投げの選手で、オリンピックの候補選手にもなったぐらいの腕前だそうですね。大変才能のある人ですね。それで特徴はやはりお父さんの鉄の爪エリックと同じで大変に手が大きいですね、はい。でさっきも試合前に手の大きさはお父さんと比べてどうかと言ったらほとんど変わらないぐらいと言ってましたね。はい、身長188センチ、116キロですが、この円盤投げで鍛えたその握力がものを言っておりまして、このシリーズでもロッキー畑和を手始めに、小鹿石川鶴見淵と全日本の若手中堅をブレンクローでソーナメンしております。そういった破壊力を持っておりますケリー・フォン・エリック、今日もいつそのクローが炸裂いたしますか。さあ今度はトップロープからの攻撃、グレッグ・ガニアです。ケリーが捕まっています。なかなかやはりね、はい、そのグレッグ・ガニアとジム・ブランデルってのは小技がうまいですね。非常に注意して見てますと細かい、しかもオーソドックスな技、いわゆるその相手にとって一番嫌なのは今やってるようなトーホールドですね、はい。このつま先だけはどうやっても鍛えようがないんです ね。 なるほどね。非常に効くんですよ、はい。観客側から言わせますとね、ごく平凡な技に移るんですけれども、これがどうしてなかなかねやられてる者にとってはきついんですよ、はい。クラシカルな技というのは、得てして見逃しがちなんですけれども、やはりその基本技としてはもうトーホールド、そうです。あるいはもう腕を取っての、アームロックといったような技がこれは効くわけなんですね。そうですね、はい。さあ今度は派手な展開になってまいりました。ケリー・フォン・エリックキックを見せまして場外に落ちました。場外に落ちたのがグレッグ・ガニアです。うまいショートレンジですね、はい。あれはねやっぱり相当なジャンプ力がないとできないですね、そうですね。ちょっと立ち上がれません。場外転落のグレッグ・ガニアです。ガニアが立ち上がれない、カウントが入ります。そしてこの間にタッチが行われてドリーです。はい、近距離からのドロップキックというのはね、そのなかなかね外せないですからね、はい。さあそしてショートレンジでのドロップキックを送ったグレッグ・ガニアに対して、おーっとブレンバスターです。かなり滞空時間の長いブレンバスター、カウンター2返します。しかしこのシリーズのですね、このドリーの動きというのもなかなかエルボーがよく出ましてね、はい。やはり私は見てですね、はい、エルボースマッシュではねドリー・ファンクジュニアの方が一番じゃないかと。そうですね、素晴らしいですよ、はい。おっと今度足を畳みました。ジン・ブランゼルが足をのじいた、フィニア・フォー・レグローブ、ドリーにかけました。ポジションはちょうどリングの中央。これはちょっとね、苦しい表情、ドリー不用意でしたね。ちょっと油断しましたか。そうですね、はい。さあ足を攻めつけるジム・ブランゼル。でもね、はい、ドリーってのはなかなか我慢強いですからね、この攻撃でギブアップってことはちょっと考えられないですね。そうですね。しかし鶴田の AWA 全米サーキットで3人目の資格として、このジム・ブランゼルが対戦して鶴田に足4の字をかけましたよね。そうですね、はい。なかなかねこの人はこういう技うまいですからね。うまいですね、とにかく身が軽いですよね、はい、大変に。あの時は足4の字に行って勝機だったんですけど、ポジションが悪くて、鶴田に切り返されて、結局敗れてしまったんですけれども、なかなか実力を持っていますジム・ブランゼル、やっぱりドリーはうまいですね、こういう風に外していくんですね、はい、よじったらですね、はい。完全に決まったかに見えましたが、さすがベテランレスリングの頂点を極めた男ドリー・ファンクジュニア返しました。そしてまたグレッグ・ガニアにタッチが行われて、前としての左足の攻撃です。
さあ動きが速くなりました。展開が速くなりました。ドリーが捕まっています。おっと今度はブリッジで決めて自らの体を体重を乗せましたが、しかしこれを返します。まあしかしちょっとそのレスリングのグラウンドのお手本を見せているような、はい、そんな感じですね。大変にドリューにね、はい、あの余裕がありますね、はい、しかしね、今グレッグ・ガニアやってるステップオーバートーホールド、はい、踏み込み足首固めですね、うん、ああいうのはねもう本当にねプロレスのねガストー時代からあるわけですよ。そうですね、早々期の、まあ、プロレスの技っていうのを本当にうまく使っておりますドリー・ファンク・ジュニア。まあ、かつてあの名横綱双葉山が後の先という言葉を言ったんですけども、立ち合いが遅れても十分な体勢に入れるというこのドリーのレスリングにも当てはまるんじゃないですか。はい、あのドリーはどっちかというとですね、はい、スロースターターですね、あっとさあ今度は父親譲りのスリーパーが出ました。グレッグ・ガニア、ドリーの顎を捉えました。グレッグ・ガニアのスリーパーホールド、特別試合30分1本勝負で行われております。さあ今度はそのバックドロップで返しました。バックドロップで返しました。ガニアも後頭部を打ちました。さあどっちが早く立ち上がるか、ダブルノックダウンか。ガニアが上がった。ガニアがフォンの体勢、ドリーが跳ね返します。まあ本当にあの両チームとも譲らない攻防という感じですね。そうですね、非常にあのグレッグ・ガニアとジム・ブランゼンの方もですねよく頑張ってますね、はい、さあ今度は攻めていきますね。ポプラツイスト、これはどうですか、うん、この足の角度からいきまして非常にね綺麗に決まってますけども、はい、やっぱりここでもドリーの辛抱強さというものが出てきますね、はい、さあこれを返します。これを返します。ドリー・ファンク・ジュニア、1969年にジン・キニスキーを破って26歳の若さで第46代の NWA 世界ヘビー級チャンピオンとなりまして、73年にカンサスでハーリー・レイスに敗れるまで4年3ヶ月という間タイトルを保持しておりました。ドリー・ファンク・ジュニア、さすがにまあこのジュニア組若造に負けるかといった感じでもって返してまいりますね。はい、ドリーの場合はですね、はい、やはり長い長い経験から生まれたですね防御法というものをよく知ってますね、はい、でこの技を食ったらどうすればいかにダメージが少なくて済むか、うん、あるいはこの技を食ったらどうやったら外せるか、そういったことはやっぱり経験から出てくるんですね、はい、さあドリーからケリー・フォン・エリックにタッチを行いました。ガニアをエルボーで攻めつけます。そして向こう側のロープへ飛ばした。おーと今度はガニアが返します。ガニアが返します。おーっとクレンクロー行った。鉄の爪いた、鉄の爪行きました。アイアンクロー完全に期待に決まったブレンクローです。ブレンクローが決まっているがブランゼルが出ました。ブランゼルがフォローに出ました。これはたまらないとばかりブランゼルが出ました。今完全にまあ、決まっていたと思ったんですけれども、そうですね、さあケリーが捕まりました。おーっとツープラトンのドロップキック、変態飛行を見せました。ハイフライヤーズ、さあカバーに入ったカウント2、カウントは2、返します返します。そしてケリーからドリーにまたタッチが行われました。今度はブランゼルとドリー体当たり攻撃を見せるブランゼル。さあだんだん試合の展開が速くなりました。大手回転エビが伸びた、カウント1で返します。そしてまた逆に返す、2、どうだ、まだ返らない、まだ決まりません、まだ決まりません。ドリーが返したかに見えましたけれども、おしかしジン・ブランゼルよくまたまた返しまして、ドロップキック、ドロップキックいきます。顎の先端に炸裂、そしてガニアがトップロープからフライングボディープレース。さあこれを返した、2、3、決まりました。ドリーが返しました。フライングボディープレースに来るところドリーが見事返しました。やはりこの辺り年季の違いと言いましょうか、はい、キャリアの差でしょうか。やはりね、はい、もう最後はもう目の覚めるようなドリーの名人芸ですね。そうですね、素晴らしいですね、はい、なかなか一朝一夕にはできない見事な、いわゆるドリーならではの技であります。さすがに NWA の世界チャンピオンとして4年3ヶ月の間輝いたそのドリーならではの技が出まして、結局
グレッグ・ガニア、ジム・ブランゼル組を破りました。